はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第155回でございます。で、今回テーマが10分まったり喋らせてっていう、ね、こんなんしたことないんですけど、たまにやってるこのチャンネル紹介みたいなのをよくやってるんですね。まあ3、4ヶ月に1回ぐらい撮ってるんですけど、で、それにしようかと思ったんですが、まあそれを含めつつ、ちょっと最近思うことみたいなところを、まあまったり喋らせてください。たまには。まあ、ダラダラジオって言ってるのもありますし。で、2週連続ね、こう、まあ、受験生編と、まあ、1、2年生編ということで、まあ、夏こういうの頑張ってねっていうのも喋ったので、今週は緩い感じでいきますので、まあ、よかったら息抜きで聞いてみてください。10分で終わらせるからね、頑張るよ。はい、ということでよろしくお願いします。で、まず自己紹介なんですけど、まあ、これはですね、先日、まあ、本もね、出版させてもらったりとか、結構新しく、こう、見ね、あと、新しく見始めて、くれた方なんかも多くなったので、簡単に自己紹介をするとですね、ハイチという名前で、葉っぱの葉に数字の1でハイチって言うんですけど、その活動名、これ本名じゃないです。これでね、活動させてもらってる、31歳の男でございます。結婚しておりまして、息子が2人いるという、まあ、パパもやってる感じですね。です。で、たまに大学名とか聞かれるんですけど、東京学芸大学っていうところの大学を出ていて、小中高の教員免許、先生になるね、免許は持っております。小学校はまあ前科なんで普通なんですけど、中高は数学が専門でございます。で、もともと塾講師やっていて、それをまあ辞めて、で、それもちょっと時間が空いてるんですけど、その後に YouTube の活動を2012年に始めまして、今丸4年、4年と2ヶ月ぐらいか。立った感じでございます。以上。結構いろいろ聞かれるんですけど、多分全部話すとね、長くなってしまうので次行きます。で、これからのスケジュール、ちょっとここ大事になりますね。で、今、英単語、きっかけ英単語っていう英単語の授業を偶数日の16時にアップ、たまにちょっとずれちゃうんですけどね、アップさせてもらってて、それプラス受験対策動画ですね、高校受験向けのを、まあ、数学メインで今上げております。で、先日ね、証明シリーズ、新しく始めましたけども、それに加えて、ちょっとね、まあ、受験対策っていう名前じゃないかもしれないんですが、英語の、まあ、ちょっと新しい動画シリーズを今予定していて、ちょっとですね、いつってまだ言えないんですけど、できれば、お盆明けの週かな、に始められたらいいなと思っております。で、今、お盆の話があったんですけど、あのね、さっき言ったように、こう自分、息子が2人いるんですが、こう上の子が保育園通っていて、下の子はね、まだ生まれたばっかで3ヶ月なんですけど、上の子、その保育園に行ってる子3歳なんですけど、その子が家にいる時は勉強動画を撮らないと決めてるんですね。まあ、正しくと撮れないんですけど、でなぜかっていうと、自分普通に、借りるアパートにね、家族で住んでいて、その一つの部屋を撮影部屋にしてるんですけど、やっぱりパパパパって来ちゃうんですよ。で、勉強動画ってやっぱ10分ちょっとかかるものが多いので、待ってられないんですね。そう。で、自分ゲーム実況もやってるんですけど、そっちはたまたまその息子が乱入しちゃっても別にいいなと、声が入っちゃってもね、とは思ってるんですけど、勉強動画に関してはちょっとそれはまずいと思っているので、そうなんですよ。で、撮れないと。で、なんでこの話をしたかっていうと、今週の11日から、16日まで、保育園休みなんですよ。そう。これね、すごいリアルな話なんですけど、で、その6日間かな、撮影が1本もできない、なりそう。一応ね、ちょっと奥さんと話し合ってて1日ぐらい撮影できる日が撮れるかなっていう感じはしてるんですけど、で今そこでもアップできるように撮りだめを頑張ってはいるんですが、もしかしたらその11から16の期間ちょっと動画更新が滞るかもしれないです。頑張りますけどね、頑張りますけど、ちょっとそこはご容赦ください。頑張るけどね。まあそれがこれからのスケジュールかな。でもメインはきっかけ英単語、まあ英語と数学をやっぱ原点に戻ってね、それをまあ充実していくっていうところをちょっと頑張っていきます。で、相談とかって書いたんですけど、ツイッター、自分今右下に書いてあるようにね、ツイッターやってるんですが、そこに、Yahoo アドレス載っけていて、そこにこう、まあ相談とか、相談とか、あと報告とかメールいっぱいいただくんですよ、今。で、こう、すごい、まあね、たくさんの量をいただけるようになったので、もう物理的に全部返せないんですね。で、いつも言うように、できる限りは、返すようにはしてるんですけど、こうたまに結構友達同士で見てくれてる子なんかもいて、友達は自分から返信が来たと。でも自分は何回送っても返信来ないみたいな。でたまにちょっと怒る子もいるんですよ、それに関して。なんで何々のは返信したのに、私のは返信してくれないんですかとかね。
あるんですけど、そこはちょっとお許しください。申し訳ないって本当に思うんですよ。思うんですけど、一個の返信をするのに、やっぱりちゃんと相談なので、ちゃんと考えて返信をしたいんですね。で、やっぱ物によっては1時間ぐらいかけて文章で伝えるから、こう変に伝えたくないんですよ。ちゃんと自分の意図が伝えたいっていう思いがすごく出てるので、結構書き直すんですよ。書きながら何回も何回も。そうすると1時間ぐらいかかったりしてしまって、それを何個も続けていったら今度板書が作れなくなっちゃうんですね。そう。なので、撮影とのそのバランスにはなってしまうんで、全部に返すことはできないんですが、いただいてるメール、一応目は全部通させてもらってはいるので、本当に申し訳ないんですが、はい。許してくださいっていうことが言いたいってだけだね。で、自分の役割、まあ、先でいいか。それが今回話したいことなんですけど、ここやべえな。あと4分か。終わんねえ気がするけど、はい、終わらせようか。まあ、最近いろいろこう、まあ、最近というか、今年か、今年4月からですね、まあ、今年度始まってからはすごい、いい意味でだよ。いい意味ですごい悩んでる年で、今年って。ざっくり言うと、自分の役割って何なんだろうっていうのが今年すごい自問自答してるの、ずっと。で、なんでか、多分だけど、まあ、教科書の内容ね、中学生が取り終わって、ある程度だけど取り終わって、高校生のやっぱ教科書取ってて、で、まあ、まだ数三とか全然取ってないですけど、振り返った時に自分は、何をするべき、存在なんだろうみたいなのを考えたりするんです。で、やっぱいつも言うように、ね、YouTube っていうのは楽しい動画がいっぱいあるところでしょ？で、その中でも勉強っていうものを選んでもらって、10分とか15分という時間を奪って、まあね、いただいてるわけだよ、みんなの時間を。だから、せっかく、いただいて、ポチってしてくれたんであれば、いや、見てよかった、勉強になったってものを届けたいの、どうしても。だから、自分なりに頑張って考えて、ね、ダメなものは取り直してっていうふうにずっとやってきてるんですけど、やっぱりさらにもっとたくさんね、多くの方に役立つものを提供するというか、動画を配信するには自分は何をしたらいいんだろうっていうのをすごい考えていて、で、すげえいろいろ考え、まあ答え出てないんだよ。出てないんだけど、これっていうのは。でも、現段階で最近やっぱ思うのは、すごいかっこ悪いこと言いますけど、やっぱ頑張ってる姿見せることが一番なんじゃねえかって思ってるのね。そんな大変大変とか辛い辛いっていうのはね、別になんか恩着せがましくなるんで言わないですけど、やっぱりね、生活の本当全てではないけど、家族がいるからね、ではないけど、メインをやっぱ YouTube のこの動画にこう、なんだろうな、使ってきて、でそれが自分の生きがいでもあるし喜びでもあるからさ、そうってやってきてるので、なんかごちゃごちゃ考えずに自分が届けたい、これだったらみんなに見てもらって誰かのためにはなるだろうと、誰かの力にはなれるだろうって思うものを、提供することが、やっぱり自分の役割なのかなって思って、で、そうだね、まあ、受験対策動画とかきっかけ単語取ってる感じなんですけど、そうなんです。かなっていう。そうそう、まあ頑張ってるの伝えるのはなんか気持ち悪いんであれなんだけど、でも、そういった思いを持って取るのことが大事かな。っていうのはすごく思いますね、今。これね、長くなるからやめよう。あと1分だから。最後ね、コメントと評価なんですけど、これ、評価に関しては、たまに、高評価、低評価、自分全然押してないんですけど、押した方がいいですかって優しく問いかけてくれる方とか、すごいいらっしゃって、気を使ってくれる方とか、あとは、全部の動画にね、こう、高評価を押してくれる方とか、ね、すごいいらっしゃって、すごく嬉しいんですけど、もちろん、高評価、押していただいた方が励みにはなります。数字で出るものだから。ね、励みにはなるんですけど、それは強要するものではないので、押したいなって思ったら押してくれたらいいんです。無理に押すものではないですし。で、コメントに関しては、自分を応援してくれるコメントとかすごく嬉しいです。で、たくさんいただきたいですけど、自分が最近やっぱりすごい感謝したいのは、ダラダラジオとかで、頑張りますとかって書いてる。ね、誰かが書いたコメントに対して、ね、俺も頑張るから一緒に頑張ろうぜ、みたいな。もうそのコメントが超嬉しいです。見させてもらうと。そこに入りたくなるんだよ。コメント書きたくなるんだけど、やっぱりここは邪魔しちゃいけないと思って書くことはないんだけど、そういうの本当に嬉しいんでありがとうございます。なんかね、なんかそういうみんなで頑張ろうって言ってる姿に俺が勇気をもらうというか元気をもらう感じです。はい。
10分だね。ごめん、締めまで10分で終わらなかったけど、その感謝をすごい言いたくて、はい、ありがとうございます。自分へのコメントもね、たくさん読ませてもらって、一応多分全部目は通させてもらってると思うんですけど、なかなかそっちも返信できなくて申し訳ないんですが、これからもよかったらコメントとかね、たまにねちょっとね、自分からしてもみんなからしても気分を害するコメントとかもあると思いますけど、基本的にアンチコメントはスルーしてもらって構いませんので、できればこう、なんだろうな、励まし合うじゃないけど、みんながね一緒に頑張っていこうぜっていうのをコメント欄でやっていただけると、いや、すげえ嬉しいです、本当に。ありがとうございます。最後長いじゃんっていうね。では、今回はハイチのダラダラジオ第155回、10分超えたけどまったり喋らせてというテーマで喋らせていただきました。本当にね、ゆるい会話となりましたが、会話じゃないね、話となりましたが、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。で、次回はお盆中になりますかね。お盆中どうしようか。でも今回このゆるい話したんで、次回は真面目な話というか、なんかそういうのできたらと思っておりますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。